チャカブコとは、チリ海軍の防護寿命艦で、同系艦はない。本艦は、チリ海軍が、自国の沿岸防護のために、イギリスのアームストロング社に発注した艦。設計者は、フィリップ・ワッツ。同系艦は、アームストロング社エルジック造船所で寄港されたが、大日本帝国海軍が購入して、高さごとなった。プンターレーナスで取られた、チャカブコ。船体形状は、 平ら板型船体となっており、艦の構造を全部から記述すると、水面下に昇格と 45cm、水中魚雷発射艦一門を内蔵させた艦、艦首、艦首甲板上に、主砲の 20.3cm 砲を棒立てのついた、単装砲がで一機、司令塔を組み込んだ両脇に、船橋を持つ操舵環境を基部として、短脚式の全部マストが立つ。 船体中央部に2本煙突が立ち、その周囲にはキセル型の通風塔が立ち並び、空いた場所は関西堤置き場となっていた。関西堤は前後マストの基部に一基ずつついたクレーン、計二機と2本一組のボートダビットが、片弦三組ずつ、計六組により運用された。左右の原則に張り出しが、片弦二箇所ずつ設けられ、そこと、 原則甲板上に副武装として 12cm 速射砲が片言5機ずつ計10機が配置された。後部甲板上に2番手砲が後ろ向きに1機配置された。収益後の1939年から1941年にかけて近代化改装が行われてすべての武装が撤去され、新たにアームストロング社の 15.2cm 速射砲が単装砲がで6機。 対空火器として 5.7cm 降格砲が単装砲がで4機が搭載された。1945年に 5.7cm 降格砲のすべてが撤去され、代わりにエリコン 20mm 機銃が単装砲がで10機に更新された。ありがとうございます。